ラシ局の女性記者、蓬莱ライフがレトロな話題をご紹介。というわけで、本日は、テレポート不能の犬です。かつて、この世界のワンちゃんは、草の道ブロック上に、テレポートすることができませんでした。そのため、飼い主が、草の道ブロック上を全力疾走すると、ワンちゃんは置き去りにされてしまったのです。置き去りにされたくないワン。すべての犬がそう考えた結果。このような悲劇が発生してしまったのです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。